千葉ちゃんの競馬人生。家引っ越してから1週間経ちましたが、未だに引っ越し資金26万4千が入っていません。まあ多分2週間以内なんで、次の週には絶対入るんですけど、この引っ越し資金を次当てにしてたんですよ。まあ入るなと思って、で入んなかったんで、商社金融とかちょっといろいろ滞納してますね。全部プロミスからめちゃくちゃ電話来てます。でしかも昨日も競馬負けちゃったので、引っ越し資金が入るまでちょっとプロミスは無視します。坂井流星、コスモアディダット頼む。うわ、ベンラノーバ。まあまあいいか。11、14、16、コスモアディダットは勝ってくれ。16くればでかい。コスモアディダット、坂井流星頑張れ。坂井流星、坂井流星いけ。よし、いけ、突き抜けろ。よし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 、突き抜けろ。11、14、16いけ。17くんな。11、14、16 11、14来てる。あーあー、16来た。あーあー、最後は外3頭、16番 KODS、 17番マイネルグリンスペ、そして1番外の2番の玉も大ジョッキ、3頭が並んで入りました。継続完了。2481214 2481214、ショームエアアルマス、スマッシングハーツ、スマートダンディ、電光リジエール、エアアルマスは行くよ、行ってもらおう。2481214 2481214、勝つよ。はい、スマートダンディめっちゃいい。2481214、あーやるますは厳しいか。13やめろ、やばい、買ってない人気馬だ。13やばい、やばい、唯一買ってない人気馬。14、13、スマートダンディ、スマートダンディさせ。14来た、電光リジエル来た、電光リジエルがいい、電光リジエルさせ、全部させ、電光リジエル、電光リジエル全部させ、電光リジエル、電光リジエル、これいった。よし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 、よっしゃよっしゃ、24倍、よっしゃ、でかいでかい、このウィンはめっちゃでかい。うわ、でっか、このウィンはでっか。5、7、8、10、15、5、7、8、10、15、スタートしました。ガノン行った。他のマーキュリー、まず1番のヘルメット、5、7、8、10、15、ガノングリッター2頭で先行していきます。追い上げていく12番の名称ひばりが続いていきました。さらには13番アメリカンファット、広がった先端です。2コースから追い上げて7番の5番、前にもいる、前にもいる、後ろにもいる、バランスいい。14番エアコンビーナ、内から9番グロマールシー、6番マローネメタリコ、10番 KI ディビジアン、からは2番のエピスワン、後方も固まっていて、5、7、8、10、15、あ、このマッキュリダメだな。4コーナーのカーブへと向かって、5、7、8、10、15、わずかに先頭ヘルメット、直線コースに向かいます。 OK、ダノン行け。13やめろ、13やめろ、やめろ、 OK、OK、 コバのマッキュリ内から来た、コバのマッキュリ内から来た、人気ない人気ない、人気ない、松山行け、松山行け、人気ない人気ない人気ない、押し切れ、13やめろ、13やめてくれ、行け。よっしゃ、ここのマーキュリー行け、外やめろ、よしよしよしよ、人気ない人気ない、やばいやばい、人気ない人気ない、やべえやべえやべえ、また人気ない、きた、やば、え、待って、これウィンファイブ当たったらマジ人生
人生 破滅する逆に金入りすぎて金銭感覚壊れる。ジュニパーベリーマジ頼む島田、ジュニパーベリー頼むぞマジで、ジュニパーベリー島田、ジュニパーベリー頼む。オッケーマッチじゃめちゃいいとこ14、ジュニパーベリー島田マジ頼むぞ。ここだ、ここマジここマジここ一番の鬼門ここだから、ここジュニパーベリー、ジュニパーベリー、ジュニパーベリー、島田ジュニパーベリー、よしめちゃめちゃ手応え、よしジュニパーベリー来たジュニパーベリー、島田行け、島田の内側になる、行け島田、やばい島田、ジュニパーベリー刺し切る、ジュニパー、最悪。うわぁ。初めて見たな、直線だけのパターン。グランアレグリア。スタートしました。いいじゃん。グランコント。グランアレグリア。三番手。三番手。コーナーに入ったところ。行ったな。グラン三番手。エフフォーリアその直後か。グランコントレール来れるか。この外にはカレンブーケロール。グラン。から当選スーリアアイダポダゼ。グランコント、エフフォーリア来んな、グランコント、グランアレグリア、エフフォーリア来んな、グランコントレール、よしグランぶち抜けろ、突き抜けろ、コントレール来い、エフフォーリア来んな、よしコントレール来い、コントレール来い、エフフォーリア来んな、やばい来た、エフフォーリア来た、エフフォーリア来た、やばい、グランコント、エフフォーリア来んな、エフフォーリア来た、うわー、もうエフフォーリアだ、うわー、でも3連ポケット頑張ってる、3連ポケット頑張ってる、すがー、3強エフフォーリアや、すげえ、高田加藤、右手がゴールガーと上がりました、やはり5番、エフフォーリア、すげえわ、水当たんねえや、完成。なんだこれ、食ってみたいと思います。うん、これは米が進むわ。ちょっと次の週の競馬を1レース500円にして5レース予想して、単勝3倍かワイド3倍を狙って500円買って1500円、4500円、13500円、13500円、45000円、45000円を12万なんぼにするっていう、うまいこといけば12万まで狙えるっていう買い方にして、ちょっと来週やってみようかなと思います。なので1レース500円しか買えません、すいません、ちょっと非常にねお金が足りなそうなんで、引っ越しがマジでできなそうなんで、ちょっと来週はそうしようかなと思っております。それでは本日もご視聴ありがとうございました。